さて、シン・ウルトラマンで非常に興味深いワードが解禁されました。そう、あのシン・ゴジラと同じ巨大不明生物というワードが本作でも使用されております。これは一体何を意味するんでしょうか。この作品の詳細を少しばかり考察したいと思います。それではお付き合いください。さて、本作はウルトラマンを現代に置き換えたリブート作という話になっています。しかしタイトルはシン・ゴジラと同じシンという言葉を使ったシン・ウルトラマンになっています。ファンの間では実はシン・ゴジラとシン・ウルトラマンはつながっているというような考察がなされてきました。本作の制作と脚本はあの庵野秀明監督が担当しているので、庵野監督はシン・ゴジラの監督であったということからも、この考察は力強い説得力を持っているようにも感じます。かなり昔にある一冊の本が出版されました。あの円谷英二監督監修の円谷怪獣の秘密、まあいわゆるよくある解説本なんですけれども、かなり衝撃的な記載があるんです。実は初代ゴジラとウルトラマンの世界はつながっているという話なんですよ。あの世界の日本政府はゴジラ対策本部とは別に後の家督隊につながる組織を作ったとこの本には記されております。この本は円谷英二監督が監修しているのでほぼオフィシャルな内容というふうに考えてもいいと思います。しかしウルトラマンの中ではそれは一切触れられておりません。もちろんゴジラの5の字も出ません。まあジラースはいましたけど、それはまた別の怪獣ですもんね。このような裏設定がある。そして今回のシン・ゴジラ、シン・ウルトラマン、これももしかすると同一の世界という裏設定盛り込まれているんじゃないんでしょうか。庵野さんは非常に幅広い知識を持っています。なのでこういった裏設定をシン・ウルトラマンで再現している可能性はかなり高いと思います。両方ともシンというタイトル、巨大不明生物というワードが共通しているこのことから、庵野さんは2つの世界は同一の世界であるというふうにもう察してくれと伝えているんじゃないんでしょうか。仮に同一の世界だとしてもシン・ウルトラマンではおそらくそのことはほぼ触れられないと思います。ウルトラマンがそうだったように今回もその流れは踏襲すると思います。後々本とかでそういった裏設定は語られるかもしれませんが、映像上ではおそらく皆無になると思います。主演の斎藤工さんはシン・ゴジラで自衛隊役として出演しておりました。この点ももしかすると両者が同一の世界であるというふうな裏設定を強める要因になっているのかもしれません。いやー、本当にこの作品楽しみですね。妄想がマジで止まらない。シン・ゴジラとシン・ウルトラマン、一体どういう関係性になるんでしょうか。もしかすると後々公開のシン・仮面ライダー、これもつながってくるような予感がありますね。以前シン・ジャパン・ヒーロー・ユニバースというシン・ウルトラマン、シン・エヴァンゲリオン、シン・仮面ライダー、シン・ゴジラがコラボレーションする企画が発表されました。これももしかすると重要な意味を含んでいるのかもしれません。それぞれ別個だと思われていた作品、実は全て一つの世界で行われていたというような衝撃的な設定あるかもしれませんね。一体本当にどうなるんでしょうか。シン・ウルトラマンのみならずシン・仮面ライダーからも目が離せません。続報が入れば皆さんにお伝えしますので、ぜひチャンネル登録して待っていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。